皆さんこんにちは、ひろきです。今回は実はパスもすごかったということで、神戸のキャリアアシストトップ10集ということで紹介していきたいと思います。神戸といえば点取り屋ですよね。なんたって歴代2位の81点や引退試合の60点、そして4試合連続50点超えなど数々の伝説を残してきてるんですけど、実はパスもすごかって、そんなアシストを今回10選トップ10という形で紹介していきたいと思います。そして僕の動画を見ていただいている未登録の 84% の方々、ぜひチャンネル登録やいいねボタンを押していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。コービーがあのシャックにパスを出すとき意識していたことや、キャリア最後のパスの相手となった方のことをちょっと紹介していきたいと思ってるんで、ぜひ最後まで見ていってください。ということでやっていきましょう。はい、第10位ですね。ここの場面ですよ、注目してください。はい、おしゃれこのビハインドパスね、完全にディフェンスねやられてますよね。はい、ここの場面、おっと、今ちゃんと見てくれましたか。もう一度スローで見ますよ。股抜きパス、オドムかっこいい。はい、この場面ですね、結構ディフェンス詰められて、ここからおっとバックボード使ってガソールにアシストですね。いや、素晴らしいですね。バックボード使うっていうところがね、もうこれ NBA ファイナルですね。ああ、ハワードが完全にもうコービーのシュート体勢から、うわ、はい、からのファイナルパス。これちなみにダンクしたのはトレバ・アリーザ、今シーズンまたレイカーズに帰ってきた選手ですね。ちょっと注目してみたいです。はい、この場面、あ、もう神戸このパス好きですね。背面でね、もうディフェンスが完全にやられてますよね。もうこれはもう防ぎようがない。お道具ああ、やっちゃってますね、これね。もう最高すぎるな。はい、これがね、コービー最後のキャリア最後となったアシストの場面なんですね。で、このキャリア最後のパスの相手となった方がジョーダン・クラークソンっていう選手なんですけど、なんと今シーズンシックスマン賞に輝いているんですよ。すごいですよね。クラークソンは出場時間 24.8 分、はチーム6番目ながら同チーム2位の平均 17.4 得点をマークしており、控えの起爆剤としてめちゃくちゃね貢献したんですよね。ジャズなんたって素晴らしい成績でプレーオフ入りましたからね。そしてコービーのことについてね、このように話しています。コービーは僕にとってスーパーマンだった。彼とはルーキーとして僕がリーグ入りしてからずっと関係があった。試合に向けての準備など何も知らなかった僕に彼は全てを教えてくれたんだ。彼は僕にとっての全てだった。っていう風に話しているんですよね。いやー、いいですね。それではトップ3行きましょう。はい、これはね、シクサーズの NBA ファイナルの場面ですね。からの、はい、シャックへのアシストなんですけど、まあ、コービーは常にシャックにパスを出すときは、ディフェンスがフリーにさせた状態で左手にボールが行くように意識していたと話してるんですね。はい、3位に引き続き2位もシャックなんですけども、コービーシャックの最高の場面はこれですNBA ファイナルに行く切符を掴んだシーンです。はい、そしていよいよ1位の場面なんです。これ1位、2位、3位、3人ディフェンスにですね、皆さん注目してください。1人抜きました、2人抜きました、そして3人抜いてからのアシスト、これはやばすぎましたこのスローも見てください。えぐいっすよね。これ1位でしょ。かっこいい。はい、以上がね、コービーのキャリアのアシストトップ10ということで、僕がね、個人的に選んだ内容になってるんですけど、皆さんは何位のアシストが良かったですか？ぜひコメント欄で何が良かったか教えてください。このチャンネルでは、コービーや NBA の魅力、バスケを知らない方でも分かりやすく発信しているので、ぜひ皆さん、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは、次回の動画でお会いしましょう。See you!